ジョン・ケアード、ジョン・ケアードは、イギリス・スコットランドの哲学者、神学者、イギリスにおけるヘーゲル主義者として知られ、イギリス哲学の伝統といえる経験論に対抗していった。弟のエドワード・ケアードと共に、イギリスにおける観念論哲学研究の中心的な人物であった。スコットランド中部グリーノックの生まれ、16歳の時に父親の後継ぎとして、 技術者になるが、18歳の時学問することが許されて、グラスゴー大学で学ぶ。1年間の大学生活の後に、再びビジネスの世界に戻るが、学問の道を捨てきれず、再び大学へ行く。1845年には、スコットランド教会の牧師になる。1862年に、グラスゴー大学の進学の教職のポストを得た。そして、 スコットランド協会の説教者の中で一番地位のある人物となる。しかし、彼の説教の特徴からして、ギャードは、講義の進学においては、聖職者と言えた。というのも、常に、宗教中の永久の要素を強調するように努力し、専門的なものは無視するように説いていたからである。1873年に、グラスゴー大学の副総長になった。 1892年から1893年と1895年から1896年にかけて技法ド講義において出前講座を受け持つ。著書、宗教哲学入門は宗教の本質的な合理性を示す試みとして知られた。この著作は観念論的特徴で明瞭で流れるような語り口調でヘーゲルの教えを再生している終作である。 彼はスピノザ哲学に関しても著作があり、スピノザには潜在的に多くのヘーゲルを先取りした考えがあったということを示していた。ありがとうございます。